皆さんこんにちは。今日はですね、岡山空港から近い場所にやってきました。前からね、気になってた場所なんですけども、この辺本当に何も ない場所、まあ、飛行機がねこの辺通過するので、あの障害物とか、まあ、そういうものがない、高い、まあ、ビルとかがないようなね場所なんですけども、今日は前からね気になってた場所にを突撃しようかなと思います。まあ、冬の間は閉まってるんですけど、この春のシーズンにかけて、春から秋ですねかけて、まあ、開いてる場所があるので行ってみます。でここなんかね結構神社があったりね、もともとはなんか昔ながらの建物があったと思うんですけど、これも整備されて今綺麗な建物、まあ、比較的綺麗な建物が建ってます。で今日はねこの横、ここね、なんか入れるみたいなんで、ちょっと行ってみます。今日はね、ここ妙見山障害切り土地広場、利用時間って書いてます。まあ、要はランニングコースらしいですね。まあ、通常やってるんですけど、まあ、5月から9月までこの時間でやってますよってやって、なんか冬の間は、まあ、なんか施錠されてあって、まあ、入れなかったんですけども、まあ、よく調べたら、春から秋にかけてやってるっていうような、まあ、開いてるっていうような情報を得ました。まあ、詳しくはちょっとわからないですけども、春になったのでやってきました。禁止行為もね書いてます。まあドローンとか、まあ車両乗り入れとかね、この、まあ、テントバーベキューとかそういう行為とかいうことですね。はい、まあゴミとかお持ち帰ってくださいということで、まあ今現在地がこんなになってます。ちょっとぐるっとしようかなと思います。まあランニングコースなんで走らないといけないのかちょっとあれですけど、まあちょっとウォーキングがてらでちょっと歩いていこうかなと思います。ちゃんと知りましょう。なんかあのイノシシがね出てくるそうなので、ここにボックス書いてますね。中にはこの、身分をね明かすような書類があります。ちょっとこれ終わったですね、感想とか書いてあるんで終わってから、書きます。ちょっと走るのしんどいかもしれないですね。これ結構坂です。飛行機の離発着の際の音がしました。すごいゴーって言ってます。結構ね、あのちょっと開けた、まあ、芝というかね、こういうちょっとあんまし木々がない場所、イノシシがね掘り起こした跡があります。なんか一つ問題的なのは、イノシシがね遭遇する場合があるので、まあ、ご注意くださいみたいな感じでもあったりするらしいですね。まあ歩く感覚的にはなんかすごい
歩くと分かるんですけど、なんですかね、なんかそんなに坂でもなく下りでもなく、ちょうどなんか平たい感じですね。そんなに負担もない。だいたいあの道っていうのはちょっと坂になってたり、若干ですよ、なってたりするんですけど、ここはなんかそんなに足の負担がないというか、足腰の負担が、まあ、非常に歩きやすい場所ですね。なんかあの向こうに屋根、車庫のようなものがあります。でその先に長い階段があります。ちょっとあの先まで行ってみましょう。結構本当にあの眺めもいいというか見通しが良くて、もう綺麗な平面なんで、なんか普通になんか有効利用できたらいいなって思うような感じですね。まあ普通にこれ歩くだけでも有効利用だと思うんですけど、まだなんかさらになんかまあいろいろね条件がある中で何かできそうな感じもするんですけども、まあでも本当にこのランニングとかウォーキングスポット的にはすごいいいのかなって思います。まあ、これ普通にあのネットとかあるんですが、こうやって上に上げてます。ネットの意味がないような感じもするんですけど、なんかあるんですかね、まあ、あえて動物を入れてるような部分もあったり、まあ、逆にネットすることによってこのネットが破れてしまうのでみたいな感じもあったりするんですかね。とりあえずなんか貼って、まあ、なんですかね。
ですね。あの先が気になりますね。あの こっち側に、あ、なるほど。こっち側にもね、道があるんですけど、ここには池があります。広場内にはトイレはありません、駐車場のトイレをご利用くださいませって書いてます。ここは休憩スポットですね。相当昔というかだいぶ年季を感じる車というか室内の整備車両ですね。ここは休憩所です。まだ結構眺めがいいですね。本当にあの平たいです。でこの行くか、関係者以外立ち入り禁止で、この上にはなんかあの携帯電話 の電波塔が、あります。でこのさらに上にあの登ったところに屋根がありますね。まああのこういう感じでございます。特に何か重要な建物があるっていうわけでもなく、ただ平たい場所かなと思います。ちょっと Google マップを見てみます。だから、どんな感じだ、この方向ですね。この先に、岡山空港があります。この場所が結構標高があって邪魔なので削ったのか、もうここ以上の高い山っていうのがほとんどないので、ほぼもうないんで、こう見てもすごい平たいなっていう感じがします。障害だったので削ったのかな。はい、というわけでこういう感じでね、今日お届けしました。もともとはね、その空港の近くにあった、ちょっと空港より高い山があって、そこが障害になるので切り取った場所です。まあ基本的にはもう
歩くコース、ランニングコース、まあ、走ったりするコースなんですけども、まあなんか程よい距離ですね。とかね、いろいろな自分であのコース作ることができるんで、2キロとか、まあ、それ以上のねコース作ったりできると思うんで、皆さん、ぜひ興味ある方行ってみてください。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。